じゃあ処理するわ。なんと岩城くんのスキルサスキルがレベル4になりました。おおめでとうございます。4になったら結構修理できんじゃなかったっけ。ああ、アップグレードできんのかな。ああそうや、風呂場もしかしたらいけるかもしれない。今日せっかくだしやるわ。どうだろう。お、自浄式クリーン加工できるよ。いけるね。自浄式やろ。オッケー。これなんだこれ。一番岩切くんが働いてるんじゃないか。じゃあ私調理どんどん作っていこう。できたやつさしまっとかなあんちゃん。それあ、ほんまや。ね、あ、その品質素晴らしいな。おお、いいね。おお、レベル上がってるからかな。これがしまっとくわ、パンデメルトな。助かるわ。ただゴミ捨てに行けてないから、こことここにゴミあるのすげえ気になるけどね。そうな、ゴミ箱外なんだね。あとね、外に置かなきゃいけなかったんだね。いや、外にも置かなあかんね。あ、外にも置かなきゃいけないのか。そうそうそう、これをあの捨てる場所。あー、あそっか、大きい大きいやつやろ、回収業者がやるやつ。じゃあ俺はあれか、コップがなぜ空なのか考えるか。出た。あ、出た。あれ空になってない。え、なんでこれ空になってんのかな、これ。え、ちょっとなん、それじゃん、な、なんで空になってると思う、これ。知らんよ。寝たし。あ、寝た。寝た。あ、そうか、あれって寝落ちしたわ。ヨキ君はヨキ君で、しれっとこのバス、風呂のガップグレード完了してるし。うん、終わったわ。さすがヨキ君。俺、飯食い終わったらまた料理全員分作らな。しかも俺、隣に置いてるの俺の食いかけやん。確かに。食えばいいのね。いや、じゃあ俺もグラスが空になったところで考えるか。あ、いっぱい出ることして考えるか。あ、いっぱいやってんの。グラスいっぱいってことある、これ急に。なんで岩木くんグラスがいっぱいだったんだけど。岩木くんグラスがさ、グラスなんでね、グラスがいっぱいだったんだけど壊れた。いやいや、グラスがいっぱいなんだよ。お前も直さなきゃいかんのか。無理だぞ俺には。いや、平和の土曜日でしたね。俺赤くなってる、怒ってるわ。怒ってる。なんで怒ってんの。いつも些細なことで怒ってんな。いや、せっかちだから怒るからね。俺、今あんま怒るような感じなかったけどな。いや、うん、実際もこんな怒ってんの。急に風呂入ってて。うーっつって。ほら、おかしいもん。うわうわ、しょうがない、ゴミ踏んでるよ、ほら。いや、これな。ゴミ踏みやってるわ。もういい、気が狂うんやろな。ゴミがあまりにありすぎて。お、サタデーナイトだし、ちょっと誰かにあれしてみようかな。電話マークでいろいろやってみて。出かけるって何なの。そうなんだ。どこみんなで行けるんや。今度行こうや、じゃあ。あ、じゃあ今度だな、それ。みんなで。おー、サービスを使う。あ、なんかあんのか。ああ、なるほど。おお、ピタリだこれ。なるほど。へえ。なるほどね。あ、こういう時にメイドサービス使ってさ、一気に勝たさせたらいいのか。いや、金使うなよ、お前。お前がやるやん。ピザの配達な。ね、カナダ風ベーコンピザ。美味しそう。あ、いいですね。これは誰にも言わせたな。誰にも何も言わせ。いや、突然一人だったら注文し出すから。いや、いや、おごりじゃなくてみんなの金でやろ。それで。めちゃくちゃじゃない？俺も。あ、自撮りとかできんねんな。自撮りしてみよう。ご機嫌やな、こいつ。なるほどな。ドラ。腹立つわ。なるほどね。ちょっとポーズ変えてよ。フィルターあるんだ。漏れんじゃん、これ、ほら。あー、いいね。あー、これいいね。何がいいんか分からんわ。お写真何使うんやろな。ね、SNS とかに上げられんのかな、これ。あ、なんかあったよな、インそう、シムスタグラム。ストーリーやるんや。ストーリーやるんだね。見れんのかな。うーん、おいおい。やってるわ。なんか何気にパチリ取ったな。あげてんな。フォロワー12人増えたわ。
マジで、うん、ちょっと待って、俺もやらして。お前、ピザある、寝てるぞ。じゃあ、シムスタグラム。それそれ。お、俺もやろ。フォロワー負けへんで。裸やからな。いや、撮ってる撮ってる。さあ、増えるかな？いけんぞ。12人だからね、こっちは。寝室で撮って、何がおもろいね。あ、クラゲさんも12人ですね。よし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 。なんて可愛らしい画像。みんなのお気に入りになったようです。ピザは？こんな。それさん、レベル4になったぞ。ピザ来た。あ、ピザ来た。あれ、ピザ来た？いや、しょうがさんやったわ。ピザ来たかと思ったら。そうか。どういう間違い？もう、寝てる。ピザどうなったん？翌朝届くんじゃん。電話したっけ？しとったよな。してた、してた。うん。断られたんかな。待って、玄関に置いてない？マジで行ってる。そんなことある？ないか。よし。座らせてやる？集合しましたけど。いい、もうそんな起こせ。日曜日、お買い物コーナーがやってまいりました。お金が大変増えましたね。今いくらだ？3300。いいですね。いやー、今週も働きましたね、皆さんね。いやー、ご苦労様。さあ。まず、あれ、ゴミ箱買おうや。大きいやつ。ゴミ箱買おう。だよな。お、いいね。あれ、でも俺のイメージしたやつがないな。一番右の方は？この辺か、屋外のやつ。あ、屋外用ゴミだ。そうだ、そうだ。あー、たったったった。あ、車輪付きゴミ箱がいい。海外っぽいやん。え、これ？それそれ。200やしね、たくさん入る、たくさん入りそうだもんね。うん。いいじゃん、いいじゃん、これ。外置いたろや。これどこに置くもんなの？キッチンの裏でいいんちゃう？そう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 。はぁー。どこそこそこ。そうそうそう。いやいや。オッケーオッケー。ポストはいらないんだっけ、結局。0円か。置かなきゃいけないやつなんじゃん、これ。なるほどね。どれがいい？郵便ポスト。オアシススプリングス。あー。な、それにするか。こういう感じ、それでもこういう感じ、やっぱりそのなんか、ああ、そっちの方が分かる。ああ、いいですね、そこ。いいね。はい。いや、そろそろお風呂着手するべきじゃないの。まず手洗い場ぶっ壊すか。手洗い場をとりあえず、うん、手洗い場廊下設する。あ、そうやな、廊下に。これの、うん、だから衛生が高ければ高いほどやっぱ綺麗になるってことでしょ。いろんな種類があるわ。アマランスはこれ。気持ち悪い。いやでも廊下に置くにはちょうどいい感じがするけどな。確かに。ちょっと、まあ色が選べるけど、赤とかで選べるけど、赤だとこんな感じ。まあとりあえず。ああ、まあ。あ、意外といいかも。付き合った方がいいんじゃない？こっち？あんまりなんかもうガチッとしてない感じのさ。うん、そこに置いて、鏡置いたら。あ、いいね。鏡。鏡もどうする？うわ、絶対これでしょ。いや、あれよくない。じゃあ、俺が有名になったらそれ買ったるからな。いや、ほんとだ。高いこれも。910ドルですよ、これ。エンターテイナーのキャリーがレベル8じゃないと解除できないよ、これ。すげえアンロックまでかかる。ノーマルの白か。これ？うん。ウォールミラー。ああ、まあまあ。こういうこと。ああ、そういうこと。うん、それでいいんじゃない？ダメじゃないですか。オッケー。じゃあ、風呂場拡張しようぜ。よっしゃ。広くしよう。いや、めっちゃいいと思う。そうなると浴槽を大きくしたくない？そう、浴槽売ろう。マジマジで、たくさん買い物したのに。これアップグレードしたのに売るんだね。まあでも、あ、そう。あ、でも違う。それはその部屋でいいわ。それはそこでいいや。うん、風呂2つにしようよ。2つにするっていうパターン。それってさ、生きるの？あの、プライバシーがどうたらこうたらってさ、1人入ってたら2人もう入れないんちゃう？部屋別にしようよ。うん。あ、食べないの？なんで浴槽？いや、てっきり。浴槽2つ置くと思ったの、一部屋に。完全に思ったね。うん、楽しそうだけどね、なんかね。いや、だから、右、一番右から3番目列。これそれ。あ、出た、コーディリア。2285だって、これ買ったら終わりだぜ、もう。でも、どうせアップグレードしていくんやったら、高いの最初に買っといた方がいいんちゃうか。これ壊れないから、もう世話いらずだし。コーディリア、あれだと思うよ、俺は。一生この風呂でやっていくってこと。でも、あの、他のやつやったらアップグレード分がもったいなくなるやん。なるほど。このデカさならいけるけど、このデカさでいいの？めっちゃちっちゃいけど。ゆくゆくはな、大きくしたらいいから。あと暗い。あ、ほんと電気いるんじゃん。
これシャンデリア、シャンデリア、シャンデリア、いやコーデリアたっけえわマジで、テレビと同じぐらいあるわこれ。いやちょっとゆくゆくあの床とか壁とかも変えていくけど、ケースみたいじゃない。壁がな今打ちっぱなしやからあれやけど、うん、どっかの壁を削るか、そうだね、うん、寝室の扉、寝室の壁っているのこれ、寝室に行く、ここって別に壁いらないんじゃないの、2マス取っ払おうやん、寝室のこの壁、寝室に壁取っ払うってお前、あそこ空いてるやろ、なかなか追いついて寝れないよ、こんなんやったらもうリピングでテレビ見てたらもう丸聞こえだよ、いらないと思うけどな、寝室の壁、いやお前それは今な、お前がワンルームに住んどるからそうかもしれんけど。なんかのどっかの床をさ、安くするだとかしてさ、安いやつ、これをシフトしてこれにすると、あーゼロや、でも変わんないね、そこら辺カーペットとかさ、タイルとかさ、安いやつがあると思うね。でも最4、今これが基本が4でしょ、この木の床が4でしょ、4より安ければ安、金、あ、あ、ほらゼロ、コンクリ、コンクリや、コンクリ、リビングコンクリ、コンクリ、リビングコンクリはひどい、うわめっちゃ金あるぞ、無機質、いやリビングコンクリはないな、ないな。マジか。じゃあ、キッチンコンクリ？キッチンコンクリやな。うん。よし。よし。あれ浮いた。捻出、捻出。そこそこ。いいね。もう、なくなりましたね。45しかお金が。いやん。いやん。なんかおしゃれになったね。この風呂いいな、これ。いやん。ゆくゆくはもう、これ、もう床も壁も変えてこな。いやで。ゴミ問題と風呂問題を今週は解決しましたね。解決しましたね。ゴミ出してみようよ、ちょっと。じゃあ、ゴミをからに、あ、できるわ。あ、できるなってる。おぉ。じゃあ、俺はゴミ捨てようかな。じゃあ、俺は真っ先に風呂を堪能しに行こうかな。あれ、俺の部屋、俺の風呂やぞ。お前の風呂ってどういうことやねん。じゃあ、お風呂で遊ぶ。ああ。で、どうなるんだ、これを持って、何してんねん。あ、でもゴミ箱がないでみたいなリアクションしてんな。あーなるほど、こいつが外に持ってってっからか今。なるほどなるほど、それと被ったんだ。うん、ていうかね、持ってったね。あ、これでいいのか、オッケーオッケー。外のゴミ箱はなんか出したりする必要なのかな。外のゴミ箱も選べないね。あー、じゃあじゃあもうそれでいいんだ。あー、じゃあじゃあみんなお出かけしようや。じゃあ、お、いいね。おうおうおう、おお、ちょ、押してみてよ。4人で行こうや。みんなを誘って。チェック。どこ行くんだろう。どこ行くやろうな。うん、おお、なんだなんだ。全員は来られません。岩切は来れないです。え、岩切くんが来れないって書いてあるけど。多分あれだよ、仲悪いからだ。好感度が赤だからだ。どこ行くねん、そんで。しかも何もねえじゃん、ここ。何もないよ。何もないぞ。お出かけや。さあどうなる。はい。なんぽねー。おいクラゲ。なんだここ。何もない。荒野じゃねえか。なんかなんか探そう。あ、ゴミ捨てに来て。ゴミ捨てに来て。ゴミ捨てられるよ。あれじゃない、選べるとこあったじゃない。もう一回やってごらん。うん、全員呼んどくか、クラゲ。ゴスペラ、ゴスペラもクック、ガブリエラも。ああ、そうだな、呼んどくか。全員行くか、じゃあもう。俺はもう来ないと思う。はい、岩切君だけ来られない。あ、それで、なんかこう、全体マップみたいな。左上のあれは画面の左上。これね。それ。あ、行けるんじゃん。ああ。あ、行ってみようよ。お、あ、なんか家あるんや、もともと。美術館とかあるじゃん。あ、てか俺もクラゲさんが呼ぶから行かないわけで、他の人が俺のこと呼んでよ。確かに。あ、なんか人いるぜ。うん、あ、いるんや。俺これあれゴスベラの家じゃないの。あ、ゴスベラゴスベラ家じゃないか。ゴスベラな、うん、そうだよ。ああなるほどね。ここゴスベラの家だよ。家族いんじゃん。パンケーキ、 あパンケーキさんの家だ。パンケーキ、パンケーキ、パンケーキ、パンケーキボブ嫁おるやん。あ、もともとこういうとこ選んでたら、こんなんか周りにあるとこに住めたのに、うん、俺らは何も未開の地域や。あ、なるほどな。あ、なるほどね。引っ越しに考えてもいいな。そういうことだったのか。あ、ほら、ほら、ほら。住んでるじゃん。
すごいな。どこ行くクラゲ知らない人に言えるか。あるじゃん。公園行くか。デザートここグルーム。あ、行ってみよう。おお。おお。岩切り君以外。岩切り君以外多い。なんかすごい楽しい感じになってる。トイレに行ってみんなで。トイレ近いんか。公衆便所の水飲んでる俺。気持ち悪い。いや、ちょ、いろいろ探してみる。いや、あるやん、公園とか。あ、ある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 。あ、でもこれ子供用なんやろな。あー、なるほどね。池があるよ、ほら。おー、楽しそうじゃん。お行った。お、一緒に釣りをするがあるぞ。よっしゃ。来た。全員で釣りするぞ、これ。よし、みんな行くぞ。誰か俺を呼んでくれない？クラゲさんからだと俺、あんま行きたくないから。ちょっと岩切君、ちょっと今、俺らみんな忙しいからごめん。うん、ごめんないだけ。みんなで釣りが始まってちょっと今、今釣りしてるからごめん、ちょっと後で。また今度ね。うわ、めっちゃ大きい魚釣れるやん。すげえ、これ持って帰れるんじゃろ。だからあの、料理に必要なさ。な、そうそう、ティラピアとかここで釣るんちゃうか。ああなるほどね。あ、俺、グッピーを捕まえたよ。グッピー ?100g ってことか。おい、おい、釣ったぞ。おー、つった、つった。そしたらね、あの、グッピー。だから、なんか、あの、ここ今さ、なんか砂漠地帯みたいなんや。うん、だから、あっちに出かけたらまた別の魚とか。そうか、ここ公園の池だもんな。鈴木言うとして、鈴木クラゲ、鈴木。鈴木捕まえたよ。結構いいや。嘘、シーバスやん。池に鈴木いるんですね。すごい生態系じゃない、ここ、グッピーというし、グッピーに鈴木いるって。釣れてんの？あ、クラゲさんも釣れて、大物じゃないこれ。ほんとだ、なんか引いてるな、すごい。他と違うリアクションと、おお、なんかこれ。ああ、海藻や。あ、ゴミだったのね。うん。ああ。これ、所持品ちょっと見てみて。鈴木入ってんのかな？魚いるわ。いるいる。あ、いるじゃん。そいちゃんもさっき釣ったから、グッピーいるわ、ほら。あ、ほんまや、ほんまや。ほんまや。これ、処分しないと腐るだろ。めっちゃ楽しいやん、釣り。あ、釣ったぞ、クラゲ。はい、グッピー。はい、グッピー。ゴスペラ全然釣らんな。この魚はそういう人の手には負えないようです。もっとスキルが上がるまで。へぇー。そんなんもあるんやな。俺、ヒメハヤを捕まえたけど、どんどん釣るやん。あ、おしっこ行ってくるわ。あ、なんかチェス募集してない相手。あ、ほんとだ。あ、ほんまや、ほんまや。あ、ゲームが参加する。チェスバトルしに行けって、お前。そして行ったぞ。いや俺で選んだからな。全員で行けるやん。あのマークつけたら全員で行ってまうやん。うわ、もともと一度帰っちゃったけども。あー、大変だ。ドキドキっつって。あー、しまえば。ゴスベラでやるよ。俺とゴスベラか。あ。そうそう、呼んでくださいよ。確かに。あー、ごめんごめん。あ、よくでここに連れてくあるよ。呼んで。なんで俺なんだ、勝手に呼ぶねんな。あ、ごめん。俺かと思ってた。俺が岩切君呼びたくないかもしれん、ほんまは。でも岩切君そろそろ来るんじゃないだから。どうだろう。来た来た来た、岩切君来たよ。お、来た来た来た。水着のまま駆けつけてくれたよ。やだよ。こういうとこあるから来てほしくなかったんな。